少々お待ちくださいそれでは合図しますはいはいどうぞみなさんこんにちは7月4日木曜日シンディのハッピートーク時刻は2時をまりました今日7月4日沖縄にはたくさんあの基地がございますけれども今日はアメリカの建国記念日ということでとても賑わっているようですね 花ななんんかかがっているんじゃないでしょうかまたあの7月に入りましてそろそろ学校では夏休み準備ということで、まあ、あの中学生高校生は試験があったり小学生たちはあの宿題どんなのかななんてこうワクワクドキドキ <laughs> している頃ではないでしょうか今日もあも週末に向かう木曜日の午後コーヒーを片手にゆったりとお楽しみください。シンのハッピートートク この番組は、ギノワンヒルズ通り FM ギノワン海の見える素敵なスタジオより2時26分まで放送いたします。皆様、最後までお付き合いください。4月から始まりましたシンディのハッピートーク、早いもので3か月になります。ご視聴の皆さん、いつも本当にありがとうございます。この番組ではゲストをお迎えしてインタビュー形式でお話を伺っております。 えー、今週の、えー、今日のお客様、先週に引き続きまして、小口昭信さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。あの前回は、えー、ちょうどいいお話のところで終わってしまいましたが、今日もまたいろんな楽しいお話をお聞かせください。ありがとうございます。実ははは小口さん金星流報創始伝承者ででいいらっしゃいます、まあ、そのお話で、えー、前回は 近世流法のの始ままりおお話、話そししてて後半は基本施術についいを伺いましたえ。2回目のえ2週目のと申し上げたらいいんでしょうかえ今日はあのー、基本施術で体調がどうして改善されるのかなっていうね、あのー、私もちょっと疑問があったんですがそこのあたりからお聞かせいただきましょうか小口先生よろしくお願いいたします。はい。 ああのまあ、基本施術っていうのはまあ全身の剣を引くんですけども、はい、あの人間バランスっていう、まあ、生活してるとバランスは壊れますよね。はい、えー、そのバランスを元に戻すということですね。うん、であの何気なく我々はもう息もしてるし、はい、地球の上っていうか普通に立って歩きますけども実はこの我々の敵はですね、はい 重力なんです、ね、そうですすねそうです重力のためにそれをそのあがらう重力にあがらって動いてるわけですから、はい、筋肉っていうものがどうしても必要なんですね。はい、でその筋肉の位置ですとかそういうのは人それぞれその生活のパターンに応じて変わっていっちゃう。もともと人間っていうものの設計はですね えー、これは人体を探究してみると分かるんですけどもすす、はい、すごく物物理理的的なんででねにきてます例えば、えー、ともう人間最後に動く筋肉っていうのは何ですかっうと上腕二頭筋と言いまして腕の筋肉ってですね肘を曲げてやる、えーえー、この腕の筋肉が最後に残るんですそれとあと咀嚼をするという筋肉が、えー。 それはなぜかというとどんなに手が長い人でもですね短い人でも肘を曲げるとちょうど口元に来るように設計されていますそうですね今ちょっとやってみてますけど、はい、全部そうなんですね、うん、で、これが最後に動く筋肉ですね、うん、咀嚼してエネルギーを取るで、こういうその生命活動をしているわけで、はいえー、それがあ、えー、らぬ方向に力が入ってしまったりすると、うん、バランスを崩しちゃうんです はい、バランスを崩しても人間っていうのはそのまあここちょっと力足りないからこっちの脳をちょっと持ってきて力入れようよってやってくれるんですねこれを代償運動っていう運動があるんですね。はい、で,でこの代償運動っていうのは主な筋肉じゃない使うのが。はい でも歩くときに使う筋肉は例えば大い四頭筋であったり、えー、ふくらはぎの筋肉であったりするんですけど捻挫、うん、をしたったらびっこ引きますよね、はい、そうすると今度足を曲がらないようにまっすぐして歩くんですね足首とか、うん、これはまさに代償運動なんですねそうなってくると使わない筋肉で歩くわけですから疲れるじゃないですかはいそうですね そういったものをバランスを直すということです。うん、基本施術で体調が良くなるのは無駄な筋肉を無駄に使わせないようにするということです。なるほど。だから体が軽くなっちゃうと、ね、楽に動ける。そうですね。なんかこう聞いてて多分軽くなるのかなっていうイメージはありますね。はい、えー、すごい。これははあまりこう年齢には そうですね年齢は関係ないですね。バランスさえ取れば、うんえー、いくらでも直せますし、うん、でこの、まあ、究極、どういう人たちがっていうと、もうプロのプレイヤーたちが、この結局、受けるということになるわけですね。はい、あそうですか,かなり細かいですけどね、そうなってくると。えー、一般の人とはちょっと違うぐらい細かく精密にやるんですけど。えー すすごいですねやっぱりこうプロの方たちがしっかりそうですねあの疲れてというかこう門を叩いて皆さん、あの訪ねていかれるわけですねプロの方たちは団体競技の場合と個人競技の場合とありますんでね団体競技の場合には大概、仲間を連れて体調を整えていくと、うん、そうそうですね。 個人競技の場合には頼むから取得してくれっていう<ー>他を見ないでくれっていうですね。なるほど。はい。例えば私なんか、うん、競輪選手なんて、はい、宮城県連に所属してない選手は見ないですね基本的にね。ああそうですか。でまあ他のところだったら他の県民主が見るっていう形になる。あなるほどそういうこう、はい、あの暗黙のというか。 そうですねですまあ秘密にしたいっていう場合もありますし、うんうん、今あのちょうどその運動選手ばっかじゃなくて音楽家とかもそうなんですけども、はいえー、体調を整えるという形では、えー、日本で腸がつく一流どころがやっぱきますねああ。そうですか コンサートの前とかな,なかなかの修理義務というのがあってこう具体的にはあのお名前出せないかと思うんですがあのスポーツだけかななんて思ってお聞きしてたんですが音楽家であったりとかそうですねすべてにわたりますんで、うん、要するに人間って常に動くんで、うんはい、動くことは全部運動ですからすべて筋肉使いますので、えーはい、どんな形であれその そういうようにこう、この動きはこうだねと、うん、いうふうになるんですね。そうですかちょうどあの、まあ、今年は、ね、あと1か月後ぐらいでしょうかね、パリオリンピックっていうのがあの始まるんですけれども、まあ、スポーツに関連する皆さん、今、いろんな方たちが訪ねていらっしゃるんでしょうか。えーっとですね <laughs> 残念ながら、日本代表ま蹴っ,て,しま蹴って,て落ちてしまったんですけれども。はい あの女子の体操の平均台でですね、ええ 2> え、2年前に世界選手権金メダル取ったですね、うら、ん、らちゃんっていうのは、<あ>私がずっとこう面倒を見てたんです。今回選ばれなかったですね。あそうです非常に残念ですね。あと、私の弟子が、アイアンマンレースじゃなくて、なんていうんだ、あれ、に出ている子たち見てますね、女子を。あそうですオリンピック出るとということで でオリンピアを見るっていうことはやっぱり、うん、施術家にとってすごい名誉なことでもあるし、はいえー、すごくこう重圧でもあるんです、ねうん、なるほど、こう責任がね、ありますもので。でも、若者たちは応援したいですからね、来ていただければ、体調回復に向かって全力を尽くす、はい、というような形でしょうか。 そうですね、あの先ほど、まあ、教会に入っている方以外は見ないとか、まあ、いろいろこう暗黙のいろんなあの、はい、了解のようなものがあるかと思うんですが、一般の方たちでももちろん、あの伺ってよろしいんですよね当然、一般の方たちに向かってやってますし、えー、あのそういう超一流と言われている人たちは、もう大変ですね。例えば まあ、マイナーなスポ,スポーツっていうか、うん、ダンスなんかもそうなんですけど、<あ>えっと、ええ、フラダンス、それからアルゼンチン単語、何、ええ、だっけかな、なんか激しい踊りの、あとベリーダンスだとかっていうのは、大体、日本代表とかって言われる方たちが大体お見えになってますね。うん そうですか。はい、わあ、すごくびっくりしました。スポーツだけではないというところで、まあ、ダンス、音楽、まあ、動くのでねあの、もちろんあらゆるあのスポーツ、はい、あのいろんなえ職業に関わるということですね。はい。えっ、ー、と、聞いていいのかどうかずっと考えていたんですが、はい、まあ料金というのはあの、どんな感じなんでしょうかね。町々まあ、まちまちですね。はい。<laughs> 例えば私の場合ですと、 えーとベースは大体1万円ぐらいですね。はい、それで、えーまあ、主催者によるんですけども、はい、7000円であったり、うん、例えばそうですね名古屋ですと70歳以上は4000円とかおすごいですねなんか嬉しいですねそのお話聞くとこの。一番お金があるお年寄りが一番安い。<laughs> ぜこれはあの各道場 <laughs> 各顕微鏡によって値段がまちまちです。で、私の場合にはこう研究ということが研究職としてのその取り組みがありますので、はい、えー、15歳以下っていうのは無料ですね。そうなんですね。はい、ま、あ中学生以下はまあ時間かからないしね。<laughs> ガッと直せるし、5分10分で終わってしまうんで。そうですか、うん、もう20分ではなくては5分10分のあのーね、そうですね、5分10分の世界ですね。ええー、ペットも無料ですしね。いいあ、そうですか、そう、はい、ペットもいいですね。はい、あのー、これは研究家としてですね、うん、評価ができない。要するに子どももこの施術の評価ができない。ペットも評価ができない。はい。 評価ができないものからお金は取らないっていうのは基本ですね。ああ、そうですか。なんか気持ちがこう、はい、いいですね、とても。<laughs> 聞いてあ,そう <laughs> ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます、こちらこそ。ということで、あのま、15歳以下は、えーまあまり料金のことはあの考えなくていいということで、そうですね、でですね子どもたちはね、うん、日本の宝ですので、ぜひ調子が悪かったら来ていただくっていうのが、うんはい、いいですね。 そうですねそれよりも何よりもあの小口先生とお話をするという楽しみがあるんじゃないかと今、インタビューをしていて、とても思いましたね。<laughs> いろんなお話が聞けますもんね。そこにこうすごくこうあの魅力を感じますね。どうぞあのえ、えー、小さなお子さん、またあの中学生3年生ぐらいはですね、あの無料で。でね、はい 無料でかつオフテンセリこれは私の場合だけですよ。わかりました。他の顕微記者はそうはしませんからね。<laughs> そうですね。はい、はい。あのまたえ会社あるいは教会のホームページもあると思いますので、はい。あのこのインタビューの後、えー、YouTube を発信させていただくのでその下に貼らせていただきます、はい。はい。よろしくお願いいたします。はい。ありがとうございます。<laughs> では、えー、こちらでまたあの今回リクエストをいただいておりますので、えー、人とようさんの LINE ですね。 はいはいどうぞお聞きくださいありがとうございますマナさんいいですか大丈夫大丈夫かなはい大丈夫です<あ>はーいではまあいよいよ最後のあの後半になっていくんですがえー。 陰性流法はこれからどういう方向で行かれますか、はい、というようなあのご質問をさせていただきますね。はいはい、すごいですね、2回じゃ足りなかったような気もするんですが、もうたくさんお話があって <laughs> あの、講演もなさってらっしゃると思うんですが、ぜひ、はいまあ、後半では講演のお話などしていただいて、皆さんにご紹介ください。うん 先生はあの沢田研二さんとか、ひととよさんとか、まあ、その年代の方だと思うんですが、音楽も好きなんですね、ねきっとね。あの選曲から、うん、まあ、聴くのは好きですね。聴、うん、くのは好きですけど、自分が音楽やるかってやらないし、うん、カラオケもやらないんで。あそうですか。はいえー、バランスにこう歌うのはいいんじゃないか。いい語呂合わせか。いいぶりか。はい <laughs> そうですかでもまあ,あのしっかりあのお仕事されてる様子がよくわかりますのでそこはも、ね、うですありがとうございます素敵だなと思いますねやっぱりあの <laughs> お金を持ってる高齢者がっていうくだりがねそうなのかななんて思うんですけれど <laughs> でも子どもたちが無料っていうのはすごくいいですね <laughs> そうですねまあ評価できない子からお金取らないの、うん、普通ですけど、ね、それにそ、ねまあ、成長ホルモンいっぱい出てるんではい もうちょっとやればすぐ治ってっちゃう。うん。それは子供ですよね。でも,でもあの本当に15分から20分大人まあ子供は10分前後ということで、うん、素晴らしいあの施術だなと実際に私自身を受けてねあの体感しているのでわかるんですけれども、ね、いや全国にあと2か所ですね全国にぜひそうです、ね、あの筒々裏裏まではいねあの人材が施術師が育っていただきたいなと思いますはい。 あの海外にも行かれるんですね。きっとさっきあの台頭。そうですね。<の>海外も今、えー、まあ検討しているところもあるし。えー、呼ばれるんじゃないかっていうところもありますんでね。はい。どうぞ。心理のハッピートーク。 えー、引き続きお話を伺ってまいります、えー。今日のゲスト、先週から引き続きではございますが、金星流法、えー、創始伝承者の小口昭信さんです。ありがとうございます。はいはい、なんかあのお話はね、えー、尽きないような気がするんですが、えーまあ、後半、まあ、最後というところになってまいりますが、金星流法は、まあ、海外にもこれからたくさん出ていてもちろん日本にもつつらうらお弟子さんがいらっしゃるということなんですが、 これから目指すところなどぜひ今後のお話をお聞かせください。はい、あのーまあ、我々はこう武道関係者ではないんですけど、はい、この武士道の一環としての割烹という、うん、日本独特の考え方やこの治療法っていうのはですね、はいうん、え先ほども言いました通り世界のどの治療法においてもこの顕微鏡っていうのはないわけ。 ですね。で、ぜひ、まあ、これを知っていただいて、世界中に普及をしたっていうふうに思ってるんですね。で、えー、だって、まあ、これまた YouTube 見ていただくとわかるんですけどお、アイルランドからお越しになったバイオリン弾きの方はですね、これはまあに、はい、日本人なんですけど、えー、ジストニアで15年間苦しんでいる。 っていうジストニアとたうのは指がうまく動かないよっていう状態をですね、えー、2日間延べ30分ぐらいでしょうかね、うん、それで治ったというふうにですね自分の感覚としては感知したということで、えー、アイルランドに是非呼びたいという話が出てきすした。うん、でそういったことをですねやはりあのー、実績に伴ってですね外に出て行って。はいうん で外で治療をするということが重要なんですね。うんまあ、AI になってきましたので、うん、言葉の壁っていうのはだん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 薄くなってき、えー、てると思うんですね。そうですね私なんかも you YouTube 配信はもう英語で配信をしたりもしてます。うんえー、そういうようにですね、こうインターナショナルな状態で、うんうん、日本の文化の一環としてですね、やはりこうみんなに 知っていいたただきたいましてや日本ではですねこういうその何も道具もエネルギーもいらないよっていうことを覚えていただくと、はい、一家に一人ですね <laughs> 本当に顕微騎にいれば前に徳島大学の自然農をやってる自然農っていうのは、まあ、自然農業をや,っ自然農法をやってた千葉教授はですね、はいうん、一村一顕引き士つってましたね。 ああそうですか、はい、<う>一つの村に部落に一人顕微鏡師がいれば、うん、みんなちゃんと働けるんだよってさが、うん、にそれを言ってましたね、うん、でやっぱりあのそういう風になっていただくとみんなが助かるもうこれは社会保険を使わない医療にまあ行かないっていうことはですね <laughs>、うん、逆に言うと社会貢献なんですねお金を使わないから。うん まあ、そういうような形です目標としては、はいまあ、全国津々浦に顕微騎士を設けて、はい、でなおかつ世界に向かっても羽ばたいていきたいこんな目標を持っておりますわあ素晴らしいぜひラジオをお聴きの皆さんまたこの後、えー、YouTube をご覧の皆さんあの YouTube の下に、えー、ホームページ協会のアドレス等を入れておきますのでぜひ検索してあの、はい、お声かけていただきたいと思います。 本当に素晴らしいあの。手だけでいいというところが何とも言えないですよね。で、今のお話だと、あのえー、なかなか公のところでいくとあの、医療費が低くなるんじゃないかというね、いろんなメリットにつながっていくかななんて思いました。はい、素晴らしいですねあの。そうですね、いろんな国からまた今後、お声かけがあると思うんですけれども、 これはあの、教会として、あの大きく外に、というのは、海外という意味だと思うんですけれども、はい、今、そういうご準備をしていらっしゃるということですよね。そうですね、すでにもう行きたいっていう顕微機師もいますんでね。はい、指導者として行きたい、ぜひ、はい、行ってもらいたいなと思っています。そうですね、先ほどおっしゃったように、ai というのがあります。はい、また、翻訳機というのが、まあ、機械で、小さい機械、今盛んに使われているかと思うんですけれども。 であとはの技術ですからあのどうなんでしょう技術をこう共有し合うわけですから言葉よりもこうね並んで一緒にやるっていうのが大事かななんて思ったんですけどそうですねもうこの精神とか、うん、技術ばっかじゃなくてこう精神含めて、うんあのー、覚えていってもらえるといいかなと海外の方が日本人より日本人らしい精神持ってる人いっぱいいますからね。そうですか <laughs> <laughs> じゃあこれはもうぜひぜひ全国にあ全国だけではなくてあの本当に大きな地球に広がっていくっていう、はい、そういうあの政治としそういう技ですねはい素晴らしいなっていただけると一番いいですね、はい、そうですねぜひあの、えー、聞いている皆様あのチャンスかと思いますのでぜひ文句を叩いていただいて最初どうですかっていうところからでいいんですよねどういうものですかっていうねはい であのほぼ全国に沖縄にもいらっしゃるということですので、沖縄には10人もいらっしゃるということですので、ぜひ皆様、あの訪ねていって、いろんなお話を聞いていただきたい、であの本当に何回も申し上げますけれども、災害時にもの手だけでいろんなことが、いろんな治療ができる、そして感知するというのが素晴らしいなというふうにお聞きして,て思いて、素晴らしいですね。あとはどうでしょう、もう少しお時間ありますけれども。はい、<の>3分前です。 はい、あと分そうですね今ドクターもですね、はい、参加を顕微鏡の方のですね参加もしているドクターもおりまして、はいまあ、内科医がお多いんですけれど、まあ、外科医もおります。<っ>でやっぱりですねドクター自体も、うん、おこういうその治療日本古来の治療法、うん を学びたいっていうふうに来ておりますしね、うん、で、あるドクターはもういや俺と一緒に海外行こうよっていう方もおりますし<ー>あの広がりはですねまたあの一、うん、つ大きく広がってきてるのかななんて思ってますそうですね本当にあのドクターであったりまああの介護施設の介護士さんあとはナースさんとかねいろんなこう関わる方たち本当に 先ほど言ってましたね、一村に一人ですか、ね <laughs> はい、一家庭に一人という、まあ、そんな感じで、本当にあの広がっていけたら嬉しいなというふうに思います。そうですね。えー、本当にそうなっていただければ、私もやりがいがあります。 そうです、ね、ますます楽しい。はい、本当に楽しい。あの広がりが続いていくかと思います。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい長い時間、あのお話を伺うことになりましたが、とても有意義な時間を過ごさせていただきました。大小口先生ありがとうございます。はい、ありがとうございました。こちらこそ。 楽しくお話を伺ってまいりましたが、早いものでお時間となりました。あっという間の30分でしたね。あの今週で、まあ、2週にわたってのインタビューでしたので、今週で大渕先生のインタビューを終わらせていただきますが、またホームページ、あるいはの個別でどんどんあのご連絡いただければ、大変にうれしいかなというふうに思っております。あ、はい <laughs> はい、ありりががととううごござざいいいいまます、えー。番組に参加ししていただいたた。だ皆さん、 終えてはシンリーでしたそれではまた来週同じ時間にお会いしましょう。小口先生ありがとうございます。ありがとうございました。さようなら。